株式会社江戸一は、東京都足立区西矢瀬に本社を置き、外食チェーン、スタミナ、タロウなどを経営する企業である。社掌は、青と黄色と赤の同心円で、中心の赤は、顧客、中間の黄色は、取引先、外側の青は、従業員を表し、これら三つの信頼を基礎とする経営理念を形にしたものである。1965年、 東京都足立区の東部伊勢崎線五反野駅前に大衆宿ら店として創業。1970年9月5日に株式会社へと一応設立して法人化した。現在に至るまで創業の地である五反野駅前に本社を置いている。1978年、焼肉、寿司バイキングレストラン、スタミナ、太郎1号店となる関7店を足立区内で開店。 1970年代には、まだなかった食べ放題レストランという新業態を確立した先駆けとなる。1984年、中華和食割烹料理専門店、江戸市別館を開店。1991年、東京都足立区綾瀬に結婚披露宴会場を備えた和食中華料理専門店、江戸市万来館を開店。 1996年、東京都足立区栗原に、バイキングと和食、宴会場が一つのビルになった、複合店舗、江戸市西洗井館を開店。1998年には、埼玉県草加市に、江戸市草加館を開業。1階は、バイキングレストラン。2階は、和食、中華、お座敷バイキング。3階は、宴会場として営業中である。 2001年にはバイキングレストラン直営店が100店舗を達成した。2014年8月28日、投資ファンドのポラリスキャピタルグループが創業家などから江戸市の全株式を取得したポラリス参加のファンドが旧法人の江戸市を吸収合併する形で新法人となる江戸市を設立した。ポラリスは当初はスタミナ、 タロの積極出展を進め、不採算事業は一部を整理し、将来の株式上場を目指すとしていた。しかし、2015年3月期から5期連続で最終赤字を計上するなど、経営改善が見られなかったことから、ポラリスは2019年7月に、山田コンサルティンググループの子会社である、キャピタルソリューションへ全株式を譲渡。その直後に、 パチンコホールを運営する株式会社大英のグループ会社へ全株式が譲渡され大英参加に入った。ありがとうございます。